酒飲み場遺跡は、山梨県北都市にある遺跡。縄文時代の集落遺跡。出土品683点が2013年6月19日付で、国の重要文化財に指定されている。酒飲み場遺跡県北西部に位置。八ヶ岳南緑の山体崩壊により成立された、広い平坦部を持つ小山上に立地する。 現在では周辺には落農試験場の岡山梨県農業試験場や農業機械研修所が分布する。小級地域には JR 中央本線が南北に通過しており、北には長坂駅を中心とした旧長坂町の中心市街がある。八ヶ岳山麓は遊水地が多く縄文時代の遺跡が、 数多く分布する地域であるが、山梨県において、縄文中期には、甲府盆地東部の釈迦堂遺跡群など、拠点集落が山徳地域から甲府盆地へ移行し、酒飲み場遺跡はこれに匹敵する、拠点集落となっている。北都市長坂町の市街地付近では、遺跡の密度が低く、拠点集落である、酒飲み場遺跡を経て、起伏の激しくなる南では、 遺跡の密度が濃くなる。八ヶ岳山麓では、縄文後期、晩期の近世遺跡など、廃斥遺構を伴う遺跡も分布するが、酒飲み場遺跡の南には、縄文晩期の廃斥遺構を伴う長坂、上城遺跡がある。酒飲み場遺跡は1950年に建設された、山梨県落農主権場の敷地内にあり、1九9四年には、施設の増改築に際して、 発掘調査が行われる。以来は1995年の第2次調査、1996年には、第3次調査、2001年には、信用発行施設建設に際して、第4次調査が行われる。4次にわたる発掘調査で、縄文時代の遺構では、住居跡が220件、土壕が5850基検出されている。異物は土器や、 石器類が主体であるが、他に送信具に用いられた翡翠大衆が原石や加工に用いたハンマーと共に出土している。また、古墳時代前期の住居跡十15件、掘立柱建物跡五5棟、中金世の溝2条が検出されているほか、平安時代の遺物もわずかに見られる。縄文時代の集落は、中央高地や関東地方の広域的な集落変革が見られ、 初磯美意識機に始まり、環状集落の五両が、大意識機から井戸知意識を経て、外意識機に至る三つの時期があり、以降は、拠点集落が、長坂上城遺跡へ移る。2013年、出土品の内時、土製品463点、石器、石製品220点が、国の重要文化財に指定された。山梨県立博物館では、 土器内部の植物圧根を観察するレプリカセム法により栽培植物の起源を明らかにする研究を行っているが2007年には山梨県埋蔵文化財センターとの共同研究において酒飲み売積の181号土壕から出土した縄文中期の蛇体とっ付け瓦家の取っ手部分から栽培大豆の圧根が発見されレプリカセム法による観察で 幸い植物であると確認された。また、同様の手法で、山梨県鶴市の中谷遺跡から出土した、縄文晩期前半の土器からは、穀物害虫である、穀蔵虫が検出されている。さらに2009年には、縄文中期前用から中用にかけての住居跡から、出土した五量が、大四季器から、東内四季器の縄文編から、複数の大豆属の大豆、鶴豆、 笹さげ族あずき家族の悪根が確認され、同時に行われた北都市大泉村の天神遺跡、出土の縄文前期器内部からも、大豆悪根が確認されている。大豆の栽培についてはこれまで、弥生時代であるとされていたが、近年は縄文時代後期の検出例があり、さらに縄文前期にまで遡る発見として、これらの発見は、縄文農耕の観点からも注目されている。 また、2009年の報告においては、縄文土器内部への意図的混入の可能性も指摘され、大豆悪根の意義についても検討が行われている。ありがとうございます。